はい、近藤遊漁場さんの五色、サイズが27センチです。お願いします。はい、まあ、こちらの鯉は、まあ、腹付きではありますけど、まあ、紅が点々点とありまして、まあ、ちょうど背の割ったところに、墨が出てくるような、出てくるようなというか、あの白地のところに墨が出てくるともっともっと、迫力が出てくる鯉なのかなという気がしておりまして、まあ、紅質の方も、艶のあるいい紅をしてるんで、まあ、こいつも本当に墨の決まり具合でどうですかね、もうガラッと雰囲気が変わるような気がしますね。はい、はい、背中のその模様がいいですね。こういうところがもう本当に埋まって黒くなってくると雰囲気が全く変わるような気がします。はい、それでは横の方お願いします。はい、雑な模様をしておりますね。はい、また幾何学模様と言っちゃいますけど、ちょっとこう変化があってね、はい、こういう変化のある模様が大好きなんですけど。そうですね、本当にもう墨の出方でゴロッと変わる気がしますね。はい、これは紅白じゃなくて五色だからこれが楽しみって感じですね。はい、はい、これからの墨の出方を楽しんでいただける一本じゃないでしょうか。はい、近藤遊漁場さんの五色、サイズの方が27センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。